い、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は、三国志14続きをやっていきたいと思います。ようやくですね、第二の都市ということでこの京城を取ったんですが、早速その京城に光塾の軍がやってきているということで、これをまず追っ払わなきゃいけないんですが、光塾自ら1万3000の軍を率いて、総計2万、これを8000の巨匠の兵で、防衛しなきゃいけないということで、なかなかにしんどそうですね。まずはここからしっかりやっていきたいと思います。お、イベントが起きてるな。ちょっとまずイベント先に見ますか。悪雷対巨匠発動していきます。山賊討伐に向かったホニャララホニャララということですね。だいぶ出会い方が蒼天航路とは違うな。ではちょっと能力を先に見ますか。地域情報武将から見れるかな。ちょっと見れないかな。どこで見るんだっけな。都市情報、都市情報ですね。巨長はこっちじゃない。どこにいる。陳留の方かな。ちょっと陳留の方を覗いてみましょう。せっかく、生きているので。そうですね、巨長の方はご覧のように武力90力、統率は若干低めですけどね。あとは戦法を発動するときに連携が誰と出るかとかね、ちょっとその辺は気になるところかなと思います。怪力無比、戦法怪力無比というところで、じゃあ戻りましょうか。まあ今のイベントはそれはそれで嬉しいイベントではあったんですが、巨長が仲間に入ってくれたんでね。問題は今迫ってきている光塾の分をなんとか蹴散らさなきゃいけないんで、まずそこからですね。董卓軍がおとなしくしていてくれる分にはなんとかなるんじゃないかなと思うんですが、これを見ると高乱隊がやってくるようですね。困ったな。混乱ができればね、せめて。で、上の方はどうなってるかというと、これは壊滅できるだろう。味方の軍だけで。どうした？この三層の一大弓矢倉地帯を抜けてくることはできないだろう。こちらを迎撃に向かいます。急ぎ進軍で、あとはそうだな、計略今すぐ効果が出るものがなければ急いでやる必要はないので一旦スルーしちゃいましょう。陳留、ちょっと待ってね。陳留の前に巨匠を先にやってみる。派遣可能武将、いいね。参ろう。
こんなものだ。うまくいった。成功だ。足止めもそうだけど、どっちかというと混乱させたいところなんですよね今は。成功だ。まあ、金もいいけど武将も欲しいしね。いや、光軸軍が敵士って言ったってさ、もう攻め込んでくりゃそれ敵士もするでしょうよ、お互いで。効果発動。確認してくれ。まあ、金は惜しみなく使えるので、まあ、まさにその通り、金を惜しみなく使っていきましょう。あとそうだな、足止め、士気低下、混乱が欲しいけど混乱がない以上はできることは全てやる。地域内政系もね、担当官割り当てて、とにかく、特に弊社をバリバリ。ちょっと待ってね、その前にだ。内政は内政でも、都市内政先にやっておくべきだろう。加工トン加工園の両名を歩兵訓練担当に任命。そうすると陳竜がどうなっちゃうんだろう。ちょっと陳竜の都市内政を確認して、先に担当官、店員と、そして巨長。いやー、そうそうはダメだ。巨長だろ、ここは。それか、宗神。宗神はちょっと温存しておく。やるとしよう。で、命令書が残ったので、じゃあ、地域内政で、弊社担当を任命。承知した。あとは、どうだろうな、武将の移動もちょっとこの次のターンで入れたいですね。もう命令書がなくなったので、このターンは終わりです。成功です。上々だ。守備は上。どうや、こんなものだ。無活でした。攻め立てよ。劉将と袁紹が同盟、まあ我々はね、袁紹との同盟があるので、これはしっかり生かしていきたいですね。聞いてくれ。さて、出陣してしまうと武将が使えなくなるという、まあ、例えば内政、特に都市内政になっている武将ですね、っていうのが分かっているので、少しここは考えを巡らせてから、間違いが起きないようにしましょうね。面倒なことになるので、考えなしに。飛び出してしまうと。向かおう。で、その上で改めて地域内政。いや、待て、地域内政の前に確実にやっておくことがあるだろう。で、こっからの地域内政だね。まず陳竜から。担当官。いやー、奪われるところをやってもしょうがないからね。奪われないところ。一旦安心して見てられるよねっていうところを優先的に入れていきましょう。承知しました。とにかく今はね、兵数が欲しい。1に兵数、2に兵数、まあ、そう言ってもいいと思うので、内政をしっかりやって国力の地盤をつけていきます。
任せてもらおう。いや、まともなやつがいないな。弊社もったいないからな。ちょっと次のターンまで待ちましょう。で、その間に探索を行っておきましょうか。はい、これで OK です。向かおう。吉報だ。成功だ。トノタクからもコウジクからも攻められてるっていうね、かなりのピンチの状態だから、まずは構築軍を確実に追い返しましょう。よし、帰り始めたね。帰り始めたらこっちのもんだ。追い打ちはしない。聞いてくれ。そしたら回り込んでおきましょう。敵がねこの後やってくると思うので。承知。東卓軍の高乱隊がやってくると思うので、これを封じ込めるために敵の後方撹乱を行っていきます。で、あとは決裁系ですね。で、混乱。あと、構築軍はもう放っておいてもいいかな。混乱だけさせれば。東卓軍だけですかね。今、気をつけなきゃいけないのは。それよりもしっかり温存して、地域内政の方に力を入れていきます。そう、自衛かな。統率。まあ、微妙だけど。しょうがないかな。そんなにむちゃくちゃ余ってるっていう感じじゃないからね、結局。武将の質量ともに。まあ、曹操軍でこれだからね、他だともっと苦しそうな気もしますよね。全然武将が足りないよっていう。ことに多分なってるんじゃないかなと思うんですけどね。わかった。はい、というわけでですね、ちょっと今回はだいぶ短めですが、一旦ここまでにさせていただいてですね、構築軍を一旦退けることができたというのと、あと巨長も仲間になりました。で、再びね、東卓軍がやってくるので、この東卓軍と、あとは新たに敵になってしまった構築軍、東卓軍に対しては一旦防衛線を張って、一都市しか支配していない構築をね、なんとか下して、勢力の拡大へと、つなげていければいいかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。